チームは初戦も勝利しましたが、今日はどんな結果が求められますか？もちろん勝って終わりたいですね。ここで連勝できると、この先のシーズンが楽になります。試合が始まりました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ゴールキックへと変わります。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドへ展開。ボールはゴールキックに変わります。マクドナルド、タックルでボールがこぼれました。ピルロ、シュートだ。バーを大きく越えていく。攻守の切り替えが大事です。危険な位置です。緊張感が増してきます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ゴールラインを割ってゴールキックです。ボールを失いました。いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。このシュートはキーパーがキャッチ。パスコースにはディフェンスがいます。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ホイッスルが鳴ってファールです。キング、フリーキックになります。クロスが上がりません。ディフェンダーが軽々とカットしました。ここでバックパス。ボールを取りました。さてどうする。さあどうだ。ボールが足につきません。ルーズボールだ。スローインになりました。棚ぼたのスローイン。攻守が変わります。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。
コーナーからのリスタートになります。ボールはどうだ。キーパーの守備範囲でした。さあスローインでの再開です。ここはスローインが相手に渡りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ラズリー、サラテ、スローインからゲームは再開です。ここはスローインのミス。勝ち越し来るか。この判定は PK です。 PK となりました。これは PK です。ここでリードするチャンスですね。この得点機を阻止しました。ピンチだったんですが、一転して試合の流れを引き寄せるスーパープレーですよ。これはゴールキックとなります。ジェラード、ボールがフリーになりました。いい形でゴール前まで持ってきました。ファールです。主審の判断はどうでしょう。ヘッドでのシュート、キーパーボールをつかみます。このボールはスローイン。さあスタジアムのテンションが上がります。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。前に出しました。サイドへ展開。これは止められます。チャンスを狙っています。ジェラード、入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。コーナーからゲームは再開です。ジェラード狙った、ゴール。これで均衡が破れました。両チームどう動いてくるでしょうか。
ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。このボールは通るか。シュート、このシュートを弾いた。ゴールラインを割ります。クロスを出した。ボールに寄せたのはディフェンスでした。どうなる。このシュートは、はい、後半戦の開始です。キング、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ボールを運びゴールに襲いかかります。狙ってましたか。カットします。サラテ、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ラズリー、ここから先の出しどころに苦労している様子です。相手がボールを奪い攻撃を止めました。危険な位置です。緊張感が増してきます。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。形でゴール前まで持ってきました。仕掛ける前にボールを奪われました。ボールを失いました。さあスタジアムのテンションが上がります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。うまくタックルでボールを奪いましたが相手ボールのスローインです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがフリーになりました。ミッドフィールドでボールを取りました。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。危険な位置です。緊張感が増してきます。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。パスをこの位置で防ぎます。マクドナルド、いい形でゴール前まで持ってきました。あっと
ボールを取りました。さてどうする。ラズリーサイドへ展開していきます。ここで攻守が入れ替わります。固いディフェンスに攻めあぐねています。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはカットされました。攻撃失敗です。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。中に人は、これは面白い。シュートを打つしかない。ゴール、ゴール。なんともおしゃれなシュートで決めてきましたね。リプレイです。思わぬ形の失点となりましたね。ちょっと考えられない失点ですね。これはダメージが大きいですよ。ここでキーパーへ戻す。ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンス、これは絶好の位置。ジェラード止める。止めます。このパスはダメでした。通りません。危険な位置です。緊張感が増してきます。コーナーに向かいます。パンチングで止める。中にスペースがあります。シュート、ボールはキャッチされます。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ここはスローインが相手に渡りました。サラテ、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。タックルが決まりましたがスローインです。いい形でゴール前まで持ってきました。打った。シュートには選手が詰めています。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。ここでシュート、見事に止めました。スーパーセーブです。試合の流れを決定づけるコーナーになるでしょう。アウェーサポーターからヤジが聞こえます。時間を使われて面白くないようです。ヘッドだ。残り時間も少ない中、見事な勝ち越しゴール。大変な喜びようですね。正直このまま終わると思っていました。信じられません。この時間帯に勝負が決まってしまうのでしょうか。大番狂わせです。試合いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。このシュートはキーパーがキャッチ。
ジェラード。ジェラード狙った。このボールは通るか。シュート。このシュートを弾いた。中に人は。これは面白い。シュートを打つしかない。ここでシュート、見事に止めました。スーパーセーブです。アウェーサポーターからヤジが聞こえます。時間を使われてヘッドだ。